福岡県岡垣町の海岸で地雷と見られるものが発見されました。海岸で見つかった。円盤のような形のこの物体。通報ありがとうございました。旧日本軍の地雷で間違いありません。と、新刊もしっかり残ってるし、爆発する可能性は十分にありますと。と旧日本軍の地雷。 一昨日夕方、岡垣町で野鳥を撮影するため海岸を訪れた元自衛隊員の男性が見つけました。見つかったのはすぐ隣にサイクリングロードがある誰でも入ることができる海岸でした。なんでこんなところに地雷があるんだろうと子供がその興味本位で触って爆発するような。 ことを想像してしまって、いたたまれなくなって、本物の地雷なのか。男性は確信が持てず一度帰宅しましたが、翌朝改めて現場で確認し警察に通報したといいます。自衛隊などによると、警察からの情報を受けた陸上自衛隊の爆発物を専門に扱う処理班が回収し処理したということです。